シンガーソングライターの長渕剛67が6日に公式 YouTube チャンネルを更新。一部報道を受け、離れていったファンに吠える場面があった。写真、いい笑顔。長渕剛が、やつだけは特別だ、という人気俳優とのツーショット福岡県、博多で行われたライブの模様をアップした長渕。MC で、この半年ぐらい。 ネットには悩まされたけれどもと一部報道に自ら触れるそこで自身の曲「ステイドリームの「信じまいたい」というフレーズを歌うとこの気持ちがよくわかったね自分で買い取ってなんですがねとこつり SNS のない時代から叩かれまくってきたわけ自慢じゃないけど慣れてるんだけどこれは腹だったもんね久しぶりにと思いを口にした一部報道を受け 離れていったファンについては結構残念だったといい、コメントの中に長渕剛のファンをやめますとか歌に説得力がないとか、ふざけんじゃねえよ最初から聞くなっつーのと吠えると観客からは大きな声援が上がっていた。